さて始まりましたゼルダ無双、今回も頑張って実況していくのでよろしくお願いします。というわけで前回は力のトライフォース、知恵のトライフォース、勇気のトライフォース、この3つのトライフォースが集まりまして、シアさんが暴動を起こしてしまったと。で、暴動を起こした結果シナリオが3つに分岐されてしまいました。上から時のオカリナ編、神話の大地へ、でトワイライトプリンセス編、黄昏の大地へ、そして最後にスカイウォードソード編、天空の大地へ、というわけでこの3つのシナリオが選べるわけなんですが、さあどれを選ぼうかな、どれを選ぼうかな。そうですね、この3つのタイトルのうち、このスカイウォードソードが一番最近に発売されたタイトルというわけで、スカイウォードソードが一番時系列としては最初に来るんですが、このスカイウォードソード編から最初にやってみましょうか。で、順々とトワイライトプリンセス、時のオカリナと時代を遡っていきましょう。というわけでスカイウォードソード編、天空の大地へやっていきたいと思います。で、リンクさんを使って今回はロッドを装備してやっていきたいと思うのでよろしくお願いします。それではスタート。味方の兵士たちと共にリンクは異次元世界を進んでいました。そこは神話に語られる天空の世界、スカイロフト。地上から遠く離れたこの世界も凶暴な魔物たちに襲われていました。このままではスカイロフトも魔物の手に落ちてしまう。数で劣るリンクたちでしたが、この世界にある転生の扉を閉ざし、スカイロフトを救うため勇敢に立ち向かっていくのでした。スカイロフト、さあ張り切ってやっていきましょう。ねえリンク、信じられない、この島空に浮かんでるよ。そうなんですよ、このスカイロフトは空に浮かんでおりまして、様々な人が暮らす美しい島だったんですが、こう見た感じちょっと荒廃してるのかな、荒廃してるのかな。こうシアさんの暴動があってから少しちょっとこのスカイロフトの環境が変わったのかもしれません。そうなるとやっぱりリンクさん救わなければねいけませんよね。さあというわけでファイヤーロッドを使って順々と攻略していきたいわけなんですが、このファイヤーロッド、普通のコキリの剣よりちょっとリーチが長い感じで、コマンドを駆使すれば見てくださいよ、こうしてこうわーと。ピンク、女神像の砦でお待ちしております。誰でしょうか、誰でしょうか。え、ゼルダさんなわけはないかね、今の声聞こえた、女神像の下で誰かが呼んでるみたいよ。裏口に回ってきたぐらいか。あ、何あのかぼちゃ、お、私はファイ、お待ち申し上げておりました。あなたをマスターと異なるが同じ存在と判断します。あなたを助けることがファイの使命、私を共に加えることを推奨します。近い近い、よろしいですか。近い近い、ミッション成功。さあファイちゃんが仲間に加わったということか。こうファイちゃんが独自に動くとかも胸熱すぎるんですが、ファイ出現。あ、ファイちゃん、ファイちゃん、ファイちゃんが華麗に戦ってるよ。保護者参観、保護者参観のような目で俺は見てるんですが、危ない。さあ乳首ビアスさんを倒すことによってレベルアップもしました。レベル15。すまんが仲間も助けてもらえないか、騎士学校の北で孤立しているんだ。次は騎士学校に向かいましょう。なになに、かぼちゃの湯、え、かぼちゃのスープ、なに、スープを運び、ナリシャ様を呼ぶことで道が開けると推測。ファイが運びます。お、かぼちゃのスープ、かぼちゃのスープ運んでるらしいんですが、どこでしょう。あ、ファイちゃんがやってきた。この人はつらつらつらっと、あ、上の方か、上を見上げると、そういうわけでもない。かぼちゃのスープを届けなければならないと。スープの輸送完了。あ、いつの間にか輸送完了していたようです。あれか、あれか、あれか、でかいかぼちゃか。なるほど、道が途切れておるな、わしに任せておくがいい。成者様がなんか動くようです。どこにいるんでしょうか。あ、来た来た。
さあ荒廃してるなんか焼け野原みたいなところ、あそこへの道がつながりました。こっちからもうスルッと行けますよね。で拠点兵長もいますので買っておきます。あっ、なにキラヒムさんがいるんですけど。さあ拠点兵長さんを倒しました。ここが開門すれば僕たち乗り込むことができるというか、もう敵さんもあれスタンバってますよね。キラヒム味方本拠地へ進軍開始。やっぱりギラヒムさんもいたか。味方本拠地の陥落に注意せよ。この道をスルッと行くとギラヒムさんと合流というか合流というか鉢合わせになるとは思うんですが、いますか。いや、いるのか、見えないぞ姿が。いた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 、いましたいました。さあこのギラヒムさんを至急撃破しましょう。あ、いた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 、踊ってる踊ってる、見たぞ俺は、踊ってるぞこの人。ドカン。さあウィークポイントも結構決めやすい感じか、なかなか戦いやすいですよ。あ、乳首ピアスさんを倒すことができました。でサルッと避けて、サルサルッと避けてリークポイントをどういうタイミングで出してくるか。あ、踊ってる踊ってる、やっぱり踊ってる、来た来た来た、この時は踊った後か。ドカン。さあ順調にギラヒムさんの体力を、あっとっとっと減らせており、あっ、なかなか強くなってきたな。ごつくなるんじゃないだろうな、ダメージが減るにつれてごつくなるんじゃないだろうな。さあこれでキラヒムさん倒すことができたんじゃないでしょうか。あ、ギリギリ残ってると。で流れでドラゴンさんを倒しておきましょうか。スルッと。ガーナイルという名前だったらしいです。あー、牙だ。よし。さあキラヒムさんを倒すことができました。ミッション成功。わかりましたわかりました。あ、拠点兵長がいる。あのね、ファイちゃんがどっかに進んでるんですよ。ひたむきに、ひたむきに、あの人が。で、あの人のケツを追っかける。まずは、あ、デクボーさんが道を塞いでると。普通よし。あ、よしさあ、ファイちゃんがいました。ファイちゃんの後を追っかけて、あの、バツ印がピコンピコン光ってるところ、あそこに、最終的に到達できればよろしいんじゃないかと思います。というわけで、このガーナイルさん、ガーゴイル、もうどっちでもいいや、押しておきましょうか。12歳ぐらいかな、人間だったら12歳ぐらいの年頃なのかな。ファイちゃん、さあナリシャ様のおかげで道ができました。進んでいきましょう。こっからはもう全部このサラチもうなんか燃えかすみたいな大地のところで戦うことになりますと。誰がしたんだこんなことに。誰よ本当に。もうマップの一番奥のところでなんかピコンピコン、フラグがピコンピコンしておりますので、あそこに到達することができて、できれば僕、あ、いや、待てよ、あのフラグさんこっちに近づいてきてるんですが、何、恐怖、フラグが近づいてきている。あ、バルガさんが、これバルガさんがやってきました。ああ、やっぱ強いこの人。あ、ちょっとこのウィークポイントこの人隙がないな。あ、ここだ、よしよしよし。あれ、ウィークポイントを拾ったはずなんですが、今だ、あれ、あらららら、隙がないぞマジで。でここだ、いや、早いから、ウィークポイントしまうの早いから。なんやかんやダメージは与えれるものの、やっぱビビたるもんなんですよね。ウィークポイントを攻撃しない限りはやはり大きなダメージは期待できないと。なんだあの攻撃。ここだよ、ここで狙えない、ウィークポイントが狙えないんだよ。ここだ、あ、ウィークポイントが初めて狙いました。これで削り取ってくれ、頼む。ああ、削り取れない。しかし次だね。そんなこんな言ってるうちにレベルアップしました。ああ、また取れない。ここだ、よっしゃ。さあようやくウィークポイントを、うわー、掴めることができたが、はあ、思った以上にダメージ減らないな。大きいぞ、カトン豪華球は隙が大きいんだぞ。お、バルガさん、笑わせるな、その程度で俺が倒れると思うか。もうなんか言葉とこうなんか体勢が矛盾してるんですが。
アッパルが真の力を解放。何？さらに強くなる。いや待って待って、体力が増えてるこの人。怖い怖い、怖すぎ。勝てない、これぶっちゃけ勝てない。女神の泉を女神の泉へ向かい、どうにか力を借りると。ほら光明が見えてきた。女神の泉はどこだ。あ、向こうピカピカ光ってる、ピカピカ光ってる、了解。僕たちに直接、僕たちに力を授けてくれるんじゃなくて、ナリシャ様が攻撃を与えたみたいです。我が力思い知ったか。しかし疲れたわい。わしは帰って休むよ。停止帰宅。さあバルガさんを倒しましょう。今弱ってるらしいですよ。来た来た来た。真正面からごめんなさい。ドカン。さあウィークポイントをどうにかうまいこと誘い出せ。ここだ。よしよしよし、いいですよ。ドカン。さあまあ思ったよりはダメージ与えれませんが、これを繰り返すことで確実に勝てるんじゃないかと思います。あとはダメージ受けないように。この炎は結構範囲は広いですが隙はでかいと。今だ。よしよし、あ結構捉えれる、慣れてきたぞ。さあ頑張ろうか。がでかいんだよ、お尻がガラ空きなんだよ。さあもう1回2回ぐらいのウィークポイントでこの人を倒せるんじゃないか。ここだ。よしよしよし、うまいこと捉えられました。あギリギリ倒せないぐらいか。さああとはどうにかゴリ押しでもいけるんじゃないでしょうか。あだだだだだ、炎ですね。あいや違う、 Y 番で、この人元気玉も出してくる。でしばらくすると落ち着いて落下か。またワイバーンなんだけど、ま、味を占めたこの人。必殺技を繰り出せるんですが、どうにかやってみましょうか。ゲッ、カドン豪華級の術。お、ミリ単位だな。あとはゴリ押しでいきましょう。いや爆弾でいけるか。あブーメラン、ブーメランを装備しておりました。ゲッブーメランさあ倒すこと、地味すぎた。ミッション成功。さあバルガさんの撃破に成功しました。この人で最後か。キラヒムさんより全然強かったんだが、邪魔さえ入らなければ勝てたものを。あ待てよ、バルガさんが何か落としてる。一時はどうなることかと、本当にありがとう。いえ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 、スカイロフトのことですから、困った時はいつでも呼んでね。実に面白くない結果だ。さっさと片付けて闇の力を高めべべべ感じた。まあ喜んでいられるのも今のうちだ。今度は内側から崩してやる勝利